その名は福ちゃん。福島の福から名付けられました。今コロナでね、病院も訪問したらあかんとかね、孫やあのかわいいねあの子供に会いたいのに会えない今年より多いんですよ。兵庫県に本社がある富士コンピューターは去年浪江町に AI 技術研究所を設立。足掛けおよそ5年、およそ3億円を投じてロボットを開発しました。 AI が搭載されていて、日常会話の他にも歌を歌ったり体操したりもできます。どんどん新しいコンピューターが出てきますから、それを内蔵させることによって、どんどん進化します。かわいいね。開発した会社の社長森和明さん、母親を介護した経験がきっかけになりました。私が母親を介護している時はもう3時間ごとに起こされて見てましたけど、ロボットはもう24時間ずっと面倒見てくれますから、日本の医療費は毎年1兆円ずつ増えようでしょ、介護費用も1兆円ずつ増えようんですよ。そうするともうこういうあのロボットの手を借りんとあかんと思うんです。価格は27万5千円で、購入する際に県から半額補助が出る制度があります。これから全国的に福ちゃん売っていきます。すごいねな。高齢者に寄り添う福島発の介護ロボット福ちゃん、改良を重ねながら事業を拡大し、福島の復興に人生を捧げたいと森さんは考えています。素晴らしい福島を再建するためにはね、いろんな英知と情熱がないとダメだと思います。福ちゃん元気で頑張ろうね。もちろん。すごいですね。少し片言でしたけれども、会話はできていましたし、何より見た目が可愛らしいですよね。あとなんか手触りも、ね、良さそうですけれども、うん、あの福ちゃん去年4月に販売始まってから、これまでに福島県内でおよそ80台が販売されたそうです。すでに歌も歌えて体操もできると、今後の進化にも注目です、うん。